岐阜県郡上市善照寺の桜です。安土桃山時代に郡上藩主の遠藤家が各社寺に植えたというその桜の一つだというんですね。江戸彼岸桜だそうです。私ここには4月の下旬に伺ったんですが、ちょうどいい時期だったと思います。この木の推定の樹齢は400年余り、そして幹の周りが 4.32 メーター、高さが 18.5 メーターとありました。なんといってもこの一本桜の古木というのは見応えがありますね。